ホンダアコードホンダアコードハイブリッドアコードハイブリッドはホンダ技研工業が製造販売しているセダンアコードのハイブリッドモデルである初代は7代目北米向けアコードをベースにしたものでインサイトシビックハイブリッドに続く3社種目のハイブリッドカーであったが2007年に一度生産販売を終了したその後2代目は2013年に9代目 北米向けアコードをベースにした PHV として復活し、日本市場においては PHV モデルに加え、HV モデルも設定された。2016年5月26日のハイブリッドモデルのマイナーモデルチェンジで、日本国内での車種名が8代目の生産終了から約3年2ヶ月ぶりにアコードに変更され、タイプ名として ハイブリッドの名称を残していたが、2020年2月20日の10代目へのフルモデルチェンジで、ハイブリッドシステムを E-HEV としたことで、タイプ名にもハイブリッドがつかなくなった。北米向け7代目アコードをベースとし、アメリカで発売された。基本は北米向けアコード V6 エンジン搭載型であるが、ハイブリッド化に伴って、エンジン、トランスミッションに変更が加えられている。 エンジンは J30A 型 V 型6気筒再 1C3000cc であるが、インスパイアやエリシオンと同様に可変シリンダーシステムが採用され、低負荷ではアイビテックにより3気筒運転をする。さらに、性能も 240HP212 フィート LBF から 255HP265 フィート LBF に向上されている。 トランスミッションは5速 AT であるが、エンジンとの間にアシスト用モーターを収めるために、新開発された薄型のものが採用されている。アシスト用モーターは、薄型 d c ブラシレスモーターで、ホンダはこのシステムに、ホンダイマ、システムという名前を付けている。走行時には必ずエンジンが動作しているという点が、講義のパラレル型ハイブリッドシステムである。 これらのシステムにより、燃費性能は、シティモード 25mPG、ハイウェイーモード 34mPG と、コンパクトなホンダシビックと同等であり、動力性能は0から 60mph 加速が6.7秒であった。2006年モデルは、AT プセブ社に認定され、2007年モデルは、燃費性能が、シティモード 28mPG、ハイウェイモード、 35メートル PG に向上した。しかし、コンシューマーレポートのテストによると、アコードハイブリッドの燃費は、標準型エンジンを搭載したアコード V6 と比べ、平均で2メートル PG、直機42.4リットルエンジンのアコードと比べ1メートル PG しか改善されなかった。2013年1月、アメリカにて9代目アコードをベースにしたアコードプラグインが、 エリア限定で販売が開始された。ハイブリッドモデルは日本では PHV モデルと共に2013年6月より販売を開始すると共に3ヶ月ぶりにアコードの名称が復活。日本国内でのセダンの販売も3ヶ月ぶりに再開した。アメリカでも日本に続いて2014年モデルとして2013年10月よりハイブリッドモデルの販売を開始した。アメリカ向けの製造は ガソリンモデルと同じく、オハイオ州メアリーズビルで行われている。日本では2代目は8代にわたって販売され、2013年3月で製造販売を終了したアコードから継承する形で日本市場で販売されることとなり、同時にアコードとしては5代目以来の日米共通のボディとなった。2016年5月の日本におけるマイナーチェンジでは、 外内装が刷新され、外装はフロントにインラインタイプのフル LED、ヘッドランプ、LED フォグライトや同鉱タイプの LED、ポジションランプを採用し、リアのストップランプとテールランプも LED 化。ボディカラーの入れ替えが行われ、2013年6月、登場型で設定されていた、モダンスティールメタリック、アラバスターシルバーメタリック、シャンパンプラチナメタリックに代わり、 ディープオーロラメタリック、プレミアムディープロスソパール、ルナシルバーメタリックを新たに設定した。内装は、木目調パネルの色調を変更したほか、ミラーブラックパネルやグロスワンブラックパネルを採用した。ハイブリッド EX は、サイドシルガーニッシュ、トライクスポイラーと18インチアルミホイールを装備し、専用スポーツコンビシートを採用した。既存の、スポーツハイブリッド IMMD は、 リチウムイオンバッテリーの設計を一新して、小型、軽量化し、モーター設計や、製法も一新することで高出力、高トルク化を実現。エンジンには寒冷時の燃費性能向上器用のため、排熱回収システムが新たに採用された。この小型化により、トランクは、ゴルフバッグが4個入る424リットルに増大し、ハイブリッド LX は、 燃費が 31.6kmL と従来モデルに比べて 1.6kmL 向上した。装備面では、エレクトリックギアセレクター、スポーツモードスイッチ、減速セレクターを追加したほか、標準装備のホンダインターナビは、アップルのカープレイに対応した。安全面も強化し、安全運転支援システム、ホンダセンシング、車線変更時や合流時などに、 助手席側後方の確認を補助するレインウォッチ、狭い場所での駐車などを助けるパーキングセンサーシステムも標準装備した。さらに、高度加工ビーコンを使用し、信号通過支援、赤信号減速支援、発信遅れ防止支援をメーター内に表示する信号情報活用運転支援システムに世界で初めて対応した。ハイブリッド EX は、 日本国内のホンダ車では初となるエンジンスタートボタン付きホンダスマートキーシステムを採用した。ハイブリッドシステムには走行性能と低燃費を高次元で両立する新世代パワートレイン技術アースドリームズテクノロジーを採用したスポーツハイブリッド iMMD 同期型で出力は1 2 4キロワット。初代に比べておよそ10倍。 2リットルのガソリンエンジンと同等の出力である。インカ電圧は7 0 0ボルトに高められている。トルクは3リットルガソリンエンジン車に匹敵するが、低回転時にトルクが大きいという電気モーターの特性により、発進時の加速は3リットルガソリンエンジン車を上回る。これまでのホンダのハイブリッドシステムでは、電気エネルギーを用いて走行する、ゼロエミッション走行ができなかったが、 それを可能にした。発進と低重速域の走行では、バッテリーの電気エネルギーを用いて走行用モーターを駆動し、減速時には走行用モーターが発電機の役割となって運動エネルギーを改正する EV ドライブモードを使用する。加速時やバッテリー残量が指揮位置を下回ると、電池からの電力及びエンジンを用いて発電用モーターを回し発電した電力を加える。 ハイブリッドドライブモードを使用する。バッテリー残量が所定範囲内に維持されるように制御が行われる。時速7 0トルの高速域ではオーバードライブクラッチによってエンジンが駆動軸に直結されるパラレルハイブリッド式のエンジンドライブモードを使用し必要に応じてモーターアシストが行われる。3つのモードを状況に応じて最も適したモードに 自動切り替えすることにより、加速応答性と JC08 モード燃費で 30.0kmL の低燃費を両立した。ガソリン仕様より、ボディが軽量化されており、フロントサブフレームは、ガソリンモデルのアルミとスチールのハイブリッド構造から、オールアルミ製となり、ボンネットやリアバンパービームもアルミ化、スペアタイヤは省かれパンク修理キットを搭載する。低転がり、低タイヤ、 低ドラッグ単造アルミホイールとホイールカバー、低フリクションホイールベアリングなどを装備、空力性能も高められ、フロアアンダーカバーやリアデッキリットスポイラーなどを搭載する。デザイン面では、ヘッドライトとグリル周りのブルーアクセントやハイブリッドバッジでガソリン車と区別される。以上の機構を採用したため、高い燃費性能が実現されている。電動サーボブレーキにより、 回生ブレーキと油圧ブレーキが適切な配分で効くためハイブリッド車にありがちな激尺ブレーキはなく非常に滑らかに減速できる。箱根などの坂道の上りでの出力が十分でなくエンジンも高回転で騒音が高いことまた下り坂でエンジンブレーキの能力に制限がありブレーキがフェードしやすいことが雑誌カーグラフィック2013年9月号で指摘されているが この車はガソリン車と違い気候上エンジンブレーキは存在しないので誤った記事である。ブレーキは油圧より改正が優先され、改正ブレーキは満充電の時にも発電した電力でエンジンを空転させることで失効しないため、原理的にはフェードは起こりにくい。ただし、B レンジ時で満充電になった時は制度に変化が起きることがある。寸法は 歴代の日本国内向けアコードシリーズでは最大で全長と全幅和に匹敵する。日本国内向けでは LX と EX の2グレードを設定。日本向けはアコード歴代初の足踏み式、パーキングブレーキを採用している。EX ではアダプティブクルーズコントロールや時速 5km 以上の速度で前走車と衝突回避も 可能になった進化型 CMBS などを追加している。オハイオで生産されるアメリカ向けは2015年モデルで販売中止となったが2017年モデルとして日本で生産される新型を販売する予定となっている。2013年1月15日より2014年モデルとしてカリフォルニア州とニューヨーク市で販売を開始した。駆動、改正用と発電用の荷モーターを備えた。 シリーズ方式ハイブリッドシステム、スポーツハイブリッドインテリジェントマルチモードドライブ、プラグインを採用している。同システムは2010年11月のロサンゼルスオートショーにて概要が公表され、アコードベースの試作者により、埼玉県やトーランス市と提携し、実証プログラムも行われた。燃費は EV 走行時のみで、市街地、高速道路、総合が124。 105、115mpg、ハイブリッド走行で47、46、46mpg、最大走行距離は EV 走行で13マイルとなる。ハイブリッドとの大きな違いは、バッテリー容量と車載充電器を搭載したことである。出力 6.6kWh の充電器を内蔵し、バッテリー充電時間は 120V で3時間以下。 レビトン製の 240V 充電ステーションを使用すれば1時間以下となる。バッテリーは出力 41kW、容量 6.7kWh のブルーエナジー製、リチウムイオンバッテリーを搭載する。バッテリースペースのためトランク容量はガソリンモデルの半分となる。ハイブリッドモードスイッチを搭載し、バッテリー残量が多い状況でも EV ドライブを抑制し、 ハイブリッドドライブでの走行が優先され、さらにスイッチ長押しにより HV チャージモードとなりバッテリー充電を優先しながらの走行ができる。インテリアは環境負荷の低いバイオファブリック素材を使用する。スマホアプリのホンダリンクにより車の充電状況などの状態が確認可能である。主要装備はガソリン車の最上位モデルであるツーリングモデルをベースにしており、 LED ヘッドライトなど装備は充実している。EEV モード走行時に歩行者へ接近を伝えるアバスを採用する。2013年3月15日に行われたメディア向けに技術説明会において6月に日本国内でも発売されるとの発表があったと報道されアコードハイブリッドの発表、販売開始と同時に法人向けユーザーのみを対象にリース販売を開始した。 2013年12月19日には、個人向けにも、台数限定で、翌20日からリース販売することを発表している。スポーツハイブリッド iMMD に大容量のリチウムイオンバッテリーを組み合わせた、プラグインハイブリッドシステムを搭載しており、満充電状態での EV 走行距離が 37.6km と、日常走行の多くをカバーでき、さらに、 EV 走行可能距離がゼロになった後でも、アコードハイブリッド同様に、高効率のため JC08 モードの PHV 複合燃費で 70.4kmL を達成した。アメリカでは2015年5月までで、トータル1030台が販売された。2016年3月に生産を終了し、日本国内での累計登録数は238台であった。 2018年7月に発売されたクラリティフェブが事実上の後継者となる。ありがとうございます。